聖書を拝読いたします聖書を拝読いたします紙二23章ダビデの参加主は私の羊飼い私は乏しいことがありません主は私を 緑の牧場にふさせ憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても 私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前で、あなたは私のために食事を整え、私の頭に、 油を注いいでくださいます私の盃はあふれています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。 では、改めてご挨拶いたしましょう。皆さん、おはようございます。ハレルヤはい、ハレルヤ、今日も元気だね <laughs>、えー。このシリーズではですね、詩篇を一編ずつ、えー、辿っているわけです。で今日のテキストは。いよいよ。とうとう。待ってました。と、詩篇二十三篇です。なぜいよいよなのか、なぜとうとうなのか、なぜ待ってましてなのか。それは。 詩編に収録されている150もの詩の中でおそらくこれが一番有名な詩だからです。いや、それどころか歴史を通してこれほど多くの人に愛されてきた詩はないんじゃないかと思います。これほど多くの人に暗記され暗唱されてきた詩は多分他にはない。これほど多くの人が試練の時に支えとしたそのような詩はないでしょう。そしてこれほど多くの人に 神と自分との関係をです、ね、この視覚的に示してそして感動を与えてきた詩というのもないと思いますねまた多くの作曲家がこの詩にメロディーをつけて賛美歌にしました多くの画家がこの詩をモチーフにして絵を描いてきましたまた多くの小説家がこれをプロットにしまた作品の中でこの詩編を引用してきたわけですで イギリスの有名な説教家チャールズ・スポルジョン、えー、彼はこの詩を「篇二23編」を「詩篇の真珠」と呼びました「詩篇の真珠」たった6節しかないしかしこの短い短い詩は詩篇150編の中でも一際輝きを放っているんですぜひ皆さんにもこの詩を暗記していただきたいそし,てそしてできればね毎日これを暗唱していただきたい 毎日味わうんですねでこの詩はあなたの心に神への愛神への賛美神への感謝を湧き上がらせるでしょうそしてまた人生の嵐の時にあなたを支えてくれる大事なこの詩になることでしょうそして毎日暗唱し味わうことによってあなたの一日一日はこの詩篇の真珠によって飾られるんですよ彩,彩られるんです 一日一日の真珠が連なって、まあ、素晴らしい人生のネックレスになるのではないでしょうかでこれからいつものように1節ずつたどっていきますでたった6節ですから、えー、1, 1回のメッセージで十分カバーできるんですよでもねそれではちょっともったいないんですよもったいないなですね私はね板チョコを食べるときね舐めないえガリガリかじりますソフトクリームも 舐めない前歯で削りながら飲み下します。もう板チョコは歯ごたえ、ソフトクリームは喉越しだと思ってますから。でもね、この詩は慌てない。慌ててかじらない。慌てて飲み下さない。しばらくね。舌の上に乗っけてですね。味わってみたいと思うんですよ。支援19編に聖書の言葉に対してね。こういうあのことが書いてあります。蜜よりもミツバチの巣の滴りよりも甘い、ね、この詩をしばらく。 くっくり味わってこの甘さですね、えー、これを堪能してみたいというふうに思うんですそこでたった6節しかないんですが、えーまあ、4回に分けてねお話したいと思うんですで今日は、えー、特に1節2節一節二節にスポットライトを当ててお話ししますポイントは3つですまず第一に神の羊とされた恵みについて神の羊とされた恵みについて 2つ目、神に養っていただく恵みについて。3つ目、神に平安をいただく恵みについて。神の羊とされた恵み、神に養っていただく恵み。そして3つ目が、神に平安をいただく恵みです。では先に進む前に一言お祈りをして、それから始めましょう。天皇様、ま、皆を褒めいたえます。 この朝は詩編の23編を紐解きました主よ本当に有名なそしてまた素晴らしい詩でありますどんなに言葉を尽くして語っても語り尽くせないことでしょうしかし主よどうぞあなたがこの者の,の言葉の言葉を超えて聖霊ご自身によってお一人お一人の心に語りかけてくださいますようにお願いいたします ダビデの思いをそれぞれが自分の思いとしてこの場所から帰っていくことができますよう全てをあなたに委ね期待してとうとうイエス様の名前を通してお祈りいたしますまあ本編に入る前にまずはいつものようにこの詩の表題どういうタイトルがついているか見てみましょう非常にシンプルダビデの参加、ね、実は作者に関してはやっぱりいろんな説があるんですが 例によってこのメッセージでは、表題を信頼し、表題の示す通り、ダビデ作という前提でお話をしていきたいと思います。ダビデ作今日第一の話をするのは、神の羊とされた恵みについてです。一節を見てみますね。主は私の羊飼い私は乏しいことがありません。この地においてダビデは、神を羊飼いに例えています。 そして自分をその羊飼いに飼われる羊に例えているんですでこの羊飼いと羊の例えというのはダビデオリジナルではありませんご存知のように聖書の中には、えー、この例え神が羊飼いそしてイスラエルの民が羊に例えられている場所がたくさんありますあるいは王様や指導者が羊飼いそしてそれに収められている国民が羊に例えられている場合もあります、まあ、それほど 聖書の舞台であるパレスチナに住む人にとってね羊飼いや羊はねよく目にするとても身近なものだったわけですそしてまた聖書に登場する人物にも羊飼い出身者はとても多いまず、えー、イスラエル民族の先祖であるアブラハムは遊牧民でした羊飼ってましたねその子イサクその孫ヤコブそしてヤコブの12人の息子たち彼らも羊を飼うものでした でこの一族がエジプトにこの危機をの逃れていった後、えー、この一族はエジプトでやっぱり羊飼いを職業にしたわけです。モーセも、まあ、エジプトの宮殿で育ちましたがそこからミディアの地に逃れた時に羊飼いをしていましたね。彼が神から声をかけられて使命を与えられたのは彼が羊を連れてこの神の山ホレブに来た時でした。 また時代がずっと後になりますが預言者アモス彼も羊飼い出身ですしかし何といっても一番有名な羊飼い出身者はダビデダビデにとどめを刺す,です、ね、彼はベツレヘムの農夫の息子として生まれました少年時代父親がする羊の世話を一手に引き受けていた羊飼いだったわけですで羊飼いといえば まあこんな思い出がありますね私が初めて教会に行き初めて歌った成果が今日皆さんと一緒に歌ったねね飼い主主なるよだったんです、ね、で歌いながら歌詞を聴きながらですね19歳の私は、ね、非常に腹が立ったんですよ。飼い主なる主よ俺は犬じゃねえよ飼われるなんてまっぴらごめんだと思いました。 でもそれはなぜかというと、ね、羊飼いも羊飼いも知らなかったよ、だって身近じゃないですもんでどういう関係なのかよく知らなかったんです。でも、ダビデはこの詩篇の冒頭でこう言います。主は私の羊飼い喜びをもってすするわけですよそれは彼が羊飼い,出身だからです良い羊飼いに飼われている羊がいかに幸せか、いかに恵まれているか、それをね身をもって知っていたから。 で実は「主は私の羊飼い」という告白はダビデだけのものではないんですよ。私たちクリスチャンの告白でもあるんです。そしてね、今日第一にお話したいのはそのように告白できるのは主は私の羊飼いと告白できるのは私たちにとってとてつもなく大きな恵みなんです。ですからですね、あだやおろそかに、まあ、何の考えもなく「主は私の羊飼い」と言わないでほしいということですね。 どうう。ししてでしょうなぜならば私たちはもともとね囲いの外の羊つまり神の羊に属するものではなかったからです。ヨハネの福音書10章16節にイエス様のこういう言葉が記録されています。私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従い1つの群れ1人の牧者となる。 ここでこう言ってますね。この囲いに属さない他の羊とは誰かそれは私たち違法人クリスチャンのことですよ。違法人クリスチャンです。ということ囲いの外にいる羊がいるということは、囲いの中の羊もいるということですよね。じゃあ、囲いの中の羊とは何かそれは神に選ばれ、神と契約を結んでいただいたイスラエル民族のことですよ。イエス様が人となってこの地上にやってきたとき、 その第一義的な目的はその約束のためイスラエル民族を救うためだったんですでもイエス様は私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります私はそれをも導かなければなりませんとおっしゃった一義的にはイスラエル民族の救いのために来たんだけど、まあ、ユダヤ人のためだったんだけどそれとともにユダヤ人以外つまり 私たち、違法人、ここでいう、囲いに属さない羊の救いも計画に入れてあったということですよ。しかしね、本当に皮肉なことに、ユダヤ人はイエス様を救い主として認めなかったんです。もちろん個人的にはね、多くのユダヤ人があのイエス様を信じて救いを受けたんですが、ただ、民族としてはイエス様を拒絶したんですよ。その結果あの十字架でしたね そしてさらに皮肉なことに彼らがイエス様を拒絶したことによって違法人である私たちに救いがガーッと広がっていくわけですその門が開いたわけですねイエス様を信じるならば私たちは神の所有の羊となり神の群れに加えられるわけですそしてイエス様をメシアと信じる信仰によってユダヤ人クリスチャンも違法人クリスチャンも一つの群れとなるとんですよそして一人の牧者 イエス・スキリストににに従うううのになるのだ、というふうに言うわけです。これはね、異邦人であり、もともと囲いの外にいた私たちにとっては、ものすごく大きな恵みですよ。じゃあ、私たち囲いの外の羊を神様はどのように自分の群れに加えてくれたんでしょうか。それは、買い取りです。 イエス様はこうおっししゃいました、えー、何回も開いています重要な箇所ですね、マルコの福音書10章45節人の子が来たのも使えられるためではなくかえって使えるためでありまた多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのですここで言う人の子これはもちろんイエス・キリストのことですねイエス様は好んで自分のことを人の子というふうに言いました。で 贖いとは何か。これも死後ですが買い取りのことですよイエス様がこの地上にやってきたのはなんと多くの人のための贖がないの代価として自分の命を与えるためだったというんです多くの人のというのはすべての人という意味ですねユダヤ人も違法人ももう関係ないんですよイエス様が人としてこの地上に下ってきたのはすべての人を買い取って神のものを 神の羊とするたためだったんですじゃあ私たちの買い取り価格はいくらだったんでしょうかね、まあ、スーパーみたいにスーパーマーケットみたいに、ね、100g いくらだったら私はだいぶ高値で、えー、買い取られると思います重いうえに、ー、霜降りです、えー、あるいはね、えー、買い取り専門ノートバックスやバイクごみみたいにあの走行距離で 買取価格が決められるんでしょうかそうすると人生のベテランの方たちはですねちょっと不利になりますよねいや買い取り価格にね実は個人差がないんですよ全員同額同じ値段なんですしかしそれは途方もない額だイエス様は贖がないの代価として自分の命を与えたって言うんですよつまり私たち一人一人の買い取り価格は イエス・スキリストの命だったということですよこれはもう信じられないなぜ神はそこまでして私たちを買い取ってくださったんでしょうか私たちが血統書付きの羊だったからでしょうか頭がよくて従順な羊だからでしょうかそれともです、ねまあ、霜降りで美味しそうだからでしょうか、ね、違いますねパウロはローマ人への手紙の中でこう述べていますローマ 3章23節24節全ての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができずただ神の恵みによりキリストイエスによるあがないのゆえに値なしに義と認められるのですもうユダヤ人、違法人関係ない全ての人は罪を犯したというんですよ神に背を向け欲望の重く赴くままに罪に罪を重ねて生きてきたんですよ全ての人は罪人なんです本来だったら 神に裁かれるべき存在、買い取ってもらう資格なんかないんです。しかし、そんな私たちがイエス様によってあがなっていただいた、買い取っていただいたんですよ。イエス様を救い主として信じる者は、この買い取りによって神のことされるんです。そして、値なしに義と認められるって書いてあります。値なしにってことは無条件ってことですよ。義と認められるっていうのは神の目から見て、あなた正しい。 とと判定されることですよそしてそれはただただ神からの一方的な恵みによるんですこのことを知らなかったから19歳の私はですね飼い主なるイエスよだって、ね、冗談じゃねえやと怒ったわけですしかし今は私たちを 買い取ってご自分のツツジにするために神がどんなことをしてくださったかを私は知ってるわけです。でこのことを十分に理解するならば「主は私の羊飼い」というこの詩幣23編の冒頭部分をもう感動なしではね読めなくなるでしょう。私たちは声を合わせ心を合わせて「主は私の羊飼い」と。 ダビデと共にね告白しようでありませんかそしてこう告白することができることは実はとてつもない恵みであるということを決してね忘れてはならないと思います。もう一度一節を見てみましょう。ダビデは「私は乏しいことがあります」と言っています。今日二つ目にお話したいのは 神の人ひ、えー、羊として養っていただくその恵みについてです今年の春のことですよ福島県日本松市の牧場から7頭の牛が脱走しました彼らはね、えー、協力して柵を壊したようですその後群れで歩いているところを発見されて捕まえられたんですが1頭だけ逃げたんですようまく逃れたんです 体重が4 5 0 0キロの、えー、真っ黒な肉,魚で肉牛ですね和牛ですねで懸命な捜索をしたんですが見つからないんですよだって体重4 5 0 0キロの巨体ですよ見つからないんですよで罠をたくさんか,、えー、かけたんですがこれもはかからないんですよで時々ね牛が歩いてますって通報が来るんですで関係者が慌てて駆けつけるともういない こういうい状況なんです。そして今年の7月9日その牛が久しぶりにあの発見されたんですね近くの道路の真ん中を悠々と歩いていたねで報道によるとその後ろが大渋滞になったって書いてあるんですよだからねどんなにクラクション鳴らしてもです、ね、牛は悠々とのんびり歩いていたんでしょうでその後、この牛は1台の車と衝突しますで車はフロントガラスが割れ牛はびっくりしてまた森の中に逃げ込んだわけです でこれが7月9日のことでその後ニュース続報がないのでいまだに見つからないんですよね捕まれば、ね、どうなるか確実にですね「ドナ,ドナ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 」で売られていくわけですよですから「頑張れ牛」と心密かに応援するわけです逃亡したあの4五百5 0の牛が生きていくのは日本ではねそう難しくない。 だってどこにでも草生えてるし水だと豊富ですよでも聖書の舞台であるパレスチナではそうはいかない環境は、ね、あまりにも厳しい1年の半分が乾季その間ほとんど雨が降らない大地は乾ききります草は生えませんやまたあ池も干上がるんですよそれでもね野生の鹿は、ね、たくましいんですねそんなな過酷な 環境の中でもね、わずかに残っている草を探して食べるんですで。2011年、私が聖地旅行でね、エンゲリというところを、まあ、本当に荒れ地ですよ、ここをあら訪れたときに、びっくりしたんですね、道端の大きな木にです、ね、鹿がいっぱいになってるんですよ、鹿が。えっと思ったらですね、まあ、あの10頭ぐらいの鹿がです、ね、木に登って、しかも結構高いところまで登ってね。 葉っっぱを食べてるんですよびっくりご天しましたねまたこれらの鹿はです、ね、この縁起りはこうザーっと崖谷になってその一番下にダビデの滝というあの水がちょろちょろちょろちょうど乾季の終わりぐらいだったのであの本当にちょろちょろした水が流れていたんですがこの崖をね器用に降りていくんですよ本当に危険なんですがそして水を降りていくんです実にたくましい野生の鹿 その点羊はダメですねもう長い間家畜として飼われてきたのですっかり野生が失われていますですからパレスチナでは草や水を自分で見つけ出すことができないだから羊が生きていくためには羊飼いにこの飼ってもらうしかないんですよこれがね現代のイスラエルのこの羊飼いの様子ですねこれでもまだねあの草がある方だと思います でパレスチナの羊,羊飼いはさすがにプロですよ。えー、厳しいと、えー、寒気の間にもどこに草が残っているか、またどこに水場があるのかということを知っています。よく知っています。で彼らは分の羊の群れをこう導いて草場に連れて行って草を食べさせます。水場に連れて行って水を飲ませますで。もちろん羊飼いであったダビデはそのことをよくよく知っていますよ。だって自分もそうしてたわけ ですから高らかに「紙二23編で」で「主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません」と歌い上げたんですでも皆さん本当にそうでしょうか本当にそううでしょうか。私たちはあの「サウルとダビデ」シリーズでずっとねダビデの生涯を追ってきたじゃないですか本当にダビデって乏しいことがなかったでしょうか だってサウロウに追われて10年間、荒野を逃げ回ったんですよ。あの荒野で水や食料を手に入れることはね、本当に難しかったと思います。ですから、あの近所の町や村にですねあの依頼するしかないですよね。でもうかつに援助を頼めば、すぐにですね王様、あなたの敵のダビデが私の町の近くに潜んでいますって、すぐにサウロ王に通報されちゃうわけですよ。だから思うに任せないしかも ダビデ一人じゃないんですよダビデの親族やサウル王に反感を持つ者たちが徐々に徐々にこう集まってきて結局ですね最終的には第一サメを見るとね600人になってるんですよ。600人がアラのを逃,逃,逃亡しながら逃げ回りながら食料や水を確保するのはねいやーもう不可能に近いんじゃないですか。ですから腹が空っぽになり が渇きで張り付くような日も多かったと思いますよそれなのにダビデは私は乏しいことがありませんと言うんですこれはどう解釈したらいいんでしょうか強がりを言ってるんでしょうか実はダビデのまた1000年前モーセも同じようなことを言ってるんですよエジプトを脱出したイスラエル民族は このモーセをリーダーにして40年間アラノをずーっと旅しますよね。そしてアラノの旅がようやく終わろうとした時にモーセはその旅を振り返ってこう言うんです。事実あなたの神主はあなたのしたすべてのことを祝福しあなたの広大なのの旅を見守っってくださったのださたあなたの神主はこの40年間の40年の間あなたと共におられあなたは何一つ欠けたものはなかった。っね、これを読んでね。 えーって思いますよだってイスラエルの民はね何回も何回も何回も水が足りない水がない食べるものがないって言ってモーセに不平を不満をぶつけたじゃないですかこの40年間のアラノトビってねた乏しいことだらけですよしかしモーセはですね何一つ欠けたことものはなかったっていうんですよねえ 実際にはこの篇二23編の作者ダビデもまたアラノを旅したイスラエルの民も欠乏これをねなめ尽くしています苦しみ抜いていますよでもしかしそのたんびに神に助けを叫び求めたんですそしてそのたんびに欠乏しているものを豊かに与えられたんですよ確かにねいっつもあり余るぐらいに恵まれていたわけではないんですけれども 神の助け、神の供給、神の養いがあったから信仰によってダビデは私は乏しいことがありませんと言ったんです。そして信仰によってモーセは何一つ欠けたものはなかったと言ったんですね。私たちも同じですよ。よくね信仰を持ったらクリスチャーになったら経済的にも大いに祝福されます豊かになります金持ちになりますよ。 と約束すする牧師がいますしかし、そんなことないでしょ。もしそれが事実だったら私たちみんな金持ちになってますよ。もしね、クリスチャンになった私たちを神様がどん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 経済的にね豊かにしてくれたら私たちはね、感謝するでしょ。でもね、信仰が成長する余地がない。それは例えて言えば、緑滴る 北海道の牧場で暮らす羊のようですよ。だって別に羊飼いの言うことを聞かなくたってそこら中に水があるんですから草があるんですから好き勝手にできます。しかし私たちはどちらかというとあの厳しいパレスチナに住む羊のようですよ。信仰を持ってもさまざまな欠乏に苦しむんです。来月の支払いどうしようかって頭を悩ますんですよ。銀行預金の 銀行通帳の、預金通帳の残高を見てね、愕然とするんですよ。だからこそ、パレスチナの羊たちが草を求め、水を求め、必死になって羊飼いについていくように、私たちは神様により頼むんじゃないでしょうか。神様に経済的に祝福されることはね、あります。それはとても感謝すべきことです。しかし私たちは人生の欠乏を通して、 信仰が練られるんじゃないでしょうか神様が必ずこの必要を満たしてくれるという信頼を身につけることができるそして神様がそれを与えてくださった時に心から感謝をし褒めたたえるようになるでしょう恵みによって神の羊とされた私たちはの荒野のような人生を歩みながらもそしてまた欠乏に苦しみあえぎながらも信仰によって 私は乏しいことがありませんということができるんです。これがね、大きな恵みですね。そして、たとえ私たちの人生が本当にこの欠乏のまま終わったとしても、私たちの人生は、ね、ここで終わりではないんですよ。予告編にすぎない。死の向こう側に私たちの人生の本編がある。これもね、大きな希望であると思います。今日三3つ目にお話しすること。 それは神から平安をいただく恵みについてです2節をご覧ください主は私を緑の牧場にふさせ憩いの水のほとりに伴われますここに書かれているのは草を与え水を与えということでもありますがそれよりも神が与える平安休息こちらに重きがあると思います ダビデは、主は私を緑の牧場にふさせてくださったと言います、このふさせというのは、まあ、腹ばいになることですよ、お腹をつけて横たわること、でふさせると、休ませるということでしょう。イメージとしては、ですね羊飼いが羊を牧場、牧場に連れて行きます、草場に連れて行きます、十分食べさせます、羊は満腹し、地面にお腹をつけて横になる、ゆったり休んでいる。 こんな感じでしょうまたダビでは「主は私を憩いの水のほとりに伴われます」というここで「憩い」と訳されたヘブル語は休息とか安息を意味します。そしてこれには静寂静けさというニュアンスがあるんですね、えー、英語の聖書「ニュー・インターナショナル・バージョン」ではこのニュアンスを生かして「 クワイエット・ウォーターズと訳しています。イメージとしてはですね、羊飼いが羊を静かで穏やかな、心落ち着くような水辺に連れて行って休ませてそんな感じでしょう。でも、実は、羊を緑の牧場にふさせること、憩いの水場で休ませるのは非常に難しいんです。なぜならば、 この草地も水のほとりも危険だからですよ。羊をった野獣がね、待ち伏せしてるんです。で当時の羊飼いは、羊を狙う者が近づけば武器を振りかざしてこれは戦ったんですよ。それはまさに命がけの戦い。実際に命を落とす羊飼いも少なくはなかったんです。で、どんなに草地に行ってお腹いっぱい食べても、また静かに。 いい感じの水場に連れて行ったとしても敵から守られていると感じなければ羊は平安に休まないんですよ。その逆に羊飼いが完璧に守ってくださるというふうに納得した時初めて羊は横たわるんですよ。腹ばいになるんです。そしてゆっくり休むんです。非常に臆病な動物だからです。で考えてみればダビデオもね常に に囲ままれていましたね絶対絶命のピンチに陥ったことももう数えきれないでも羊飼いである神が自分を守っていてくださると確信しているからそんな危機の中身を横たえ神に安らぐことができたんでしょうでもダビデは いつも神の守りに信頼し平安を保っていたわけではなかったんですよね。それは先々週と先週2回に分けて学んだ「詩篇22編」あれを読んでも明らかじゃないですか。詩篇22編はダビデの悲惨な悲痛な叫びで始まっています。わが神、わが神、どうして私をお見捨てになったのですか遠く離れて私をお救いにならないのですか私のうめきの言葉にも。 ダビデはこの時非常に強力な敵に命を狙われていましたそれはまさに自分をですね今晩のディナーにしようと狙っている肉食獣にぐるりと取り囲まれているか弱い羊のような状態でした当然ダビデは神に助けを祈り求めた祈りに祈った一日中祈ったでも答えはなかった神は沈黙を守っている そしてそうするうちにも状況はますます悪くなる一方ダビデは神の沈黙に苦しみますそして神にに見捨てられたように感じ始めますしかしダビデはそれでも神から離れないんですよ神に問い続けるんです神に叫び続けるんですよ祈り続けるんですでその間22編を読むと分かるように彼の感情というのはね富士急ハイランドのジェットコースターみたいな もうこんな感じで上映をするわけですよ平安のへの字もないしかし祈って祈って祈り抜いたダビデは確信を得ますね神は何らかの理由で何らかの意図を持って今沈黙を守っておられるが私のそばにおられる私の祈りに耳を傾けていてくださるそして必ず守ってくださる必ず助け出してくださる 詩編23編に引き寄せてまあ、言えば敵を恐れてこうジタバタジタバタしていたダビデ羊はそんな自分を羊飼いである神が守ってくださる見つめていてくださるその声を聞いてくださると気がついたそしてそれを確信したんですねここから詩幣22編はがらりと変わりましたね状況はね全く変わらないんですまだ危険なままなんですよししかしダビデは 自分をうん喜びにあふれて神を賛美したんですよ。これが紙二十二編でしたねで。考えてみると私たちの信仰生活って紙二十二編と紙二十三編の間をね行ったり来たりしているように思います。ある時は紙二十二編のように神が遠く離れているように感じてね我が神、我が神。 どうして私をお見捨てにならないんですか。なぜ助けてくれないんですか。早く助けてくださいと叫びます。しかしある時は詩編23篇のように神は確かに私と共におられる。その臨在、神はここにおられるという存在をビンビン感じるんです。主は私の羊飼いと喜びにあふれて宣言するんです。ね、本当に行ったり来たりします。しかし私たちがどう感じようと たとえ私たちが神の沈黙に苦しんで神を遠く離れて感じたとしても神はあなたと共におられるんですよなぜならば羊飼いが自分の羊の群れから離れることは決してないからですよ同じように神はご自分の羊にした私たちを私たちから離れることはないなぜならば羊飼いである神は ご自分の独り子であるイエス・キリストの命を代価として支払ってまであなたを買い取ってくださったからですよそしてご自分の群れの羊となったあなたを神は熱く愛しておられるからですこの羊飼いである神の守りそれを身近に感じ確信する時に初めて私たちは身を横たえて休むことができるんですね 神の守りは完璧ですよ。神の私たちに対する愛は完全ですよ。その神の足元にこそ平安があるんです。そして、この羊飼いである神を身近に感じ、その守り,と守りを確信する時に私たちは憩いの水のほとりにいることに気づくでしょう。そこは静寂の時ですよ。 じたばたすることをやめて静まって神の言葉を聞く場所です。「主は私の羊飼い」こう告白できるその恵みをどうか一人一人がじっくりとかみしめていただきたいと思います。しししばらく各自でお祈りしましょう 一言お祈りいたしまますす天様皆を褒めたたえますあなたは計り知れないほどの犠牲を払い私たち一人一人を囲いの外にいた羊である私たちを買い取りあなたの群れに加えてくださいましたあなたの所有の羊として私たちを養い守ってくださっていますからありがとうございます。 我が主よどうぞ私たちがそのことをいつも心に持っていることができますように羊飼いである神がいつも共にいてくださるそのことを実感しながら一日一日一歩一歩を歩んでいくものとなりますようにお願いいたします主よどうぞ羊飼いであるあなたとの関係がさらにさらに深まりますようにとうとうイエス様の名前を通してお祈りいたします 聖書を拝読いたします。篇二23章ダビデの参歌「主は私の羊飼い私は乏しいことがありません」「主は私を緑の牧場にふさせ憩いの水のほとりに伴われます」 主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。 あなたの無知とあなたの杖それが私の慰めです私の敵の前であなたは私のために食事を整え私の頭に油を注いでくださいます私の杯はあふれています 誠に私の命の日の限り慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。 では改めてご挨拶いたしましょう皆さんおはようございますはいハレルヤ今日も元気だね <laughs>、えー、このシリーズではですね詩篇を一編ずつ、えー、辿っているわけですで今日のテキストはいよいよとうとう待ってました詩篇二十三篇ですなぜいよいよなのかなぜとうとうなのかなぜ待ってましてなのかそれは 詩編に収録されている150もの詩の中でおそらくこれが一番有名な詩だからです。いや、それどころか歴史を通してこれほど多くの人に愛されてきた詩はないんじゃないかと思います。これほど多くの人に暗記され暗唱されてきた詩は多分他にはない。これほど多くの人が試練の時に支えとしたそのような詩はないでしょう。そしてこれほど多くの人に 神と自分との関係をです、ね、この視覚的に示してそして感動を与えてきた詩というのもないと思いますねまた多くの作曲家がこの詩にメロディーをつけて賛美歌にしました多くの画家がこの詩をモチーフにして絵を描いてきましたまた多くの小説家がこれをプロットにしまた作品の中でこの詩編を引用してきたわけですで イギリスの有名な説教家チャールズ・スポルジョン、えー、彼はこの詩を「篇二23編」を「詩篇の真珠」と呼びました「詩篇の真珠」たった6節しかないしかしこの短い短い詩は詩篇150編の中でもひときわ輝きを放っていますぜひ皆さんにもこの詩を暗記していただきたいそし,てそしてできればね毎日これを暗唱していただきたい 毎日味わうんですねでこの詩はあなたの心に神への愛神への賛美神への感謝を湧き上がらせるでしょうそしてまた人生の嵐の時にあなたを支えてくれる大事なこの詩になることでしょうそして毎日暗唱し味わうことによってあなたの一日一日はこの詩篇の真珠によって飾られるんですよ彩,彩られるんです 一日一日の真珠が連なって、まあ、素晴らしい人生のネックレスになるのではないでしょうかでこれからいつものように1節ずつたどっていきますでたった6節ですから、えー、1, 1回のメッセージで十分カバーできるんですよでもねそれではちょっともったいないんですよもったいないなですね私はね板チョコを食べるときね舐めないえガリガリかじりますソフトクリームも 舐めない前歯で削りながら飲み下しますもう板チョコは歯ごたえソフトクリームは喉越しだと思ってますからでもねこの詩は慌てない慌ててかじらない慌てて飲み下さないしばらくね下の上に乗っけてですね味わってみたいと思うんですよ詩編十九編に聖書の言葉に対してねこういうあのことが書いてあります蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも甘い、ね、この詩をしばらく実 くっくり味わってこの甘さですね、えー、これを堪能してみたいというふうに思うんですそこでたった6節しかないんですが、えーまあ、4回に分けてねお話し,したいと思うんですで今日は、えー、特に1節2節1節2節にスポットライトを当ててお話し,しますポイントは3つですまず第一に神の羊とされた恵みについて神の羊とされた恵みについて 2つ目、神に養っていただく恵みについて。3つ目、神に平安をいただく恵みについて。神の羊とされた恵み、神に養っていただく恵み。そして3つ目が、神に平安をいただく恵みです。では先に進む前に一言お祈りをして、それから始めましょう。天皇父様、ま、皆を褒めいたえます。 この朝は詩篇の23篇を紐ときました。主よ本当に。有名な。そしてまた素晴らしい詩であります。どんなに言葉を尽くして語っても語り尽くせないことでしょう。しかし、主よどうぞ。あなたがこのものの言葉の言葉を超えて、聖霊ご自身によってお一人お一人の心に語りかけてくださいますようにお願いいたします。 ダビデの思いをそれぞれが自分の思いとしてこの場所から帰っていくことができますすべてをあなたに委ね期待してとうとうイエス様の名前を通してお祈りいたしますまあ本編に入る前にまずはいつものようにこの詩の表題どういうタイトルがついているか見てみましょう非常にシンプルダビデの参加ね。実は作者に関してはやっぱりいろんな説があるんですが 例によってこのメッセージでは、表題を信頼し、表題の示す通り、ダビデ作という前提でお話をしていきたいと思います。ダビデ作今日第一の話をするのは、神の羊とされた恵みについてです。一節を見てみますね。主は私の羊飼い私は乏しいことがありません。この地においてダビデは、神を羊飼いに例えています。 そして自分をその羊飼いに飼われる羊に例えているんですでこの羊飼いと羊の例えというのはダビデオリジナルではありませんご存知のように聖書の中には、えー、この例え神が羊飼いそしてイスラエルの民が羊に例えられている場所がたくさんありますあるいは王様や指導者が羊飼いそしてそれに収められている国民が羊に例えられている場合もあります、まあ、それほど 聖書の舞台であるパレスチナに住む人にとってね羊飼いや羊はねよく目にするとても身近なものだったわけですそしてまた聖書に登場する人物にも羊飼い出身者はとても多いまず、えー、イスラエル民族の先祖であるアブラハムは遊牧民でした羊飼ってましたねその子イサクその孫ヤコブそしてヤコブの12人の息子たち彼らも羊を飼うものでした でこの一族がエジプトにこの危機をの逃れていった後、えー、この一族はエジプトでやっぱり羊飼いを職業にしたわけです。モーセも、まあ、エジプトの宮殿で育ちましたがそこからミディアの地に逃れた時に羊飼いをしていましたね。彼が神から声をかけられて使命を与えられたのは彼が羊を連れてこの神の山ホレブに来た時でした。 また時代がずっと後になりますが預言者アモス彼も羊飼い出身ですしかし何といっても一番有名な羊飼い出身者はダビデダビデにとどめを刺す,んです、ね、彼はベツレヘムの農夫の息子として生まれました少年時代父親がする羊の世話を一手に引き受けていた羊飼いだったわけですで羊飼いといえば まあこんな思い出がありますね私が初めて教会に行き初めて歌った聖歌が今日皆さんと一緒に歌ったね飼い主主なるよで,す、ね、で歌いながら歌詞を聴きながらですね19歳の私は、ね、非常に腹が立ったんですよ飼い主なる主よ俺は犬じゃねえよ飼われるなんてまっぴらごめんだと思いました。 でもそれはなぜかというと、ね、羊飼いも羊飼いも知らなかったよだって身近じゃないですもんどういう関係なのかよく知らなかったんですでもダビデはこの詩篇の冒頭でこう言いますは私の羊飼い喜びをもってすするわけですよそれは彼が羊飼い,出身だからです良い羊飼いに飼われている羊がいかに幸せかいかに恵まれているかそれをね身をもって知っていたから。 で実は「主は私の羊飼い」という告白はダビデだけのものではないんですよ。私たちクリスチャンの告白でもあるんです。そしてね、今日第一にお話したいのは、そのように告白できるのは、主は私の羊飼いと告白できるのは、私たちにとってとてつもなく大きな恵みなんです。ですからですね、あだやおろそかに、まあ、何の考えもなく、「主は私の羊飼い」と言わないでほしいということですね。 どうう。ししてでしょうなぜならば私たちはもともとね囲いの外の羊つまり神の羊に属するものではなかったからです。ヨハネの福音書10章16節にイエス様のこういう言葉が記録されています。私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従い1つの群れ1人の牧者となる。 ここここでこう言ってますねこの囲いに属さない他の羊とは誰かそれは私たち違法人クリスチャンのことですよ。違法人クリスチャンです。ということは囲いの外にいる羊がいるということは囲いの中の羊もいるということですよね。じゃあ囲いの中の羊とは何かそれは神に選ばれ神と契約を結んでいただいたイスラエル民族のことですよ。イエス様が人となってこの地上にやってきたとき その第一義的な目的はその約束のためイスラエル民族を救うためだったんですでもイエス様は私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります私はそれをも導かなければなりませんとおっしゃった一義的にはイスラエル民族の救いのために来たんだけど、まあ、ユダヤ人のためだったんだけどそれとともにユダヤ人以外つまり 私たち、違法人、ここでいう、囲いに属さない羊の救いも計画に入れてあったということですよ。しかしね、本当に皮肉なことに、ユダヤ人はイエス様を救い主として認めなかったんです。もちろん個人的にはね、多くのユダヤ人があのイエス様を信じて救いを受けたんですが、ただ、民族としてはイエス様を拒絶したんですよ。その結果あの十字架でしたね。 そしてさらに皮肉なことに彼らがイエス様を拒絶したことによって違法人である私たちに救いがガーッと広がっていくわけですその門が開いたわけですねイエス様を信じるならば私たちは神の所有の羊となり神の群れに加えられるわけですそしてイエス様をメシアと信じる信仰によってユダヤ人クリスチャンも違法人クリスチャンも一つの群れとなるってうんですよそして一人の牧者 イエス・スキリストににに従うううもののなるのだというふうに言うわけですこれはね、異邦人であり、もともと囲いの外にいた私たちにとっては、ものすごく大きな恵みですよ。じゃあ、私たち囲いの外の羊を神様はどのように自分の群れに加えてくれたんでしょうか。それは、買い取りです。 イエス様はこうおっしゃいました、えー、何回も開いています重要な箇所ですね「マルコの福音書10章45節」人の子が来たのも使えられるためではなくかえって使えるためでありまた多くの人のためのあがいの代価として自分の命を与えるためなのですここで言う人の子これはもちろんイエス・キリストのことですねイエス様は好んで自分のことを人の子というふうに言いましたで、 贖いとは何か。ここも死後ですが買い取りのことですよイエス様がこの地上にやってきたのはなんと多くの人のための贖がないの代価として自分の命を与えるためだったというんです多くの人のというのはすべての人という意味ですねユダヤ人も違法人ももう関係ないんですよイエス様が人としてこの地上に下ってきたのはすべての人を買い取って神のものを 神の羊とするたためだったんですじゃあ私たちの買い取り価格はいくらだったんでしょうかね、まあ、スーパーみたいにスーパーマーケットみたいに、ね、100g いくらだったら私はだいぶ高値で、えー、買い取られると思います重いうえに、ー、霜降りです、えー、あるいはね、えー、買い取り専門ノートバックスやバイクごみみたいにあの走行距離で 買取価格が決められるんでしょうかそうすると人生のベテランの方たちはですねちょっと不利になりますよねいや買取価格にね実は個人差がないんですよ全員同額同じ値段なんですしかしそれは途方もない額だイエス様はあがないの代価として自分の命を与えたって言うんですよつまり私たち一人一人の買取価格は イエス・スキリストの命だったということですよこれはもう信じられないなぜ神はそこまでして私たちを買い取ってくださったんでしょうか私たちが血統書付きの羊だったからでしょうか頭がよくて従順な羊だからでしょうかそれともです、ねまあ、霜降りで美味しそうだからでしょうか、ね、違いますねパウロはローマ人への手紙の中でこう述べていますローマ 3章23節24節すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ、神の恵みにより、キリストイエスによるあがないぬゆえに値なしに義と認められるのです。もうユダヤ人、違法人関係ないす、すべての人は罪を犯したって言うんですよ。神に背を向け、欲望の重く赴くままに、罪に罪を重ねて生きてきたんですよ。すべての人は罪人なんです。本来だったら 神に裁かれるべき存在、買い取ってもらう資格なんかないんです。しかし、そんな私たちがイエス様によってあがなっていただいた、買い取っていただいたんですよ。イエス様を救い主として信じる者は、この買い取りによって神のことをされるんです。そして、値なしに義と認められるって書いてあります。値なしにってことは無条件 義と認められるっていうのは神の目から見てあなた正しいと判定されることですよそしてそれはただただ神からの一方的な恵みによるんですこのことを知らなかったから19歳の私はですね飼い主なるイエスよだって、ね、冗談じゃねえやと怒ったわけですしかし今は私たちを 買い取ってご自分のツツジにするために神がどんなことをしてくださったかを私は知ってるわけです。でこのことを十分に理解するならば「主は私の羊飼い」というこの詩幣23編の冒頭部分をもう感動なしではね読めなくなるでしょう。私たちは声を合わせ心を合わせて「主は私の羊飼い」と。 ダビデと共にね告白しようでありませんかそしてこう告白することができることは実はとてつもない恵みであるということを決してね忘れてはならないと思います。もう一度一節を見てみましょう。ダビデは「私は乏しいことがあります」と言っています。今日二つ目にお話したいのは 神の人、えー、羊として養っていただくその恵みについてです今年の春のことですよ福島県日本松市の牧場から7頭の牛が脱走しました彼らはね、えー、協力して柵を壊したようですその後群れで歩いているところを発見されて捕まえられたんですが1頭だけ逃げたんですようまく逃れたんです 体重が4五百5 0 0 k の真っ黒な肉,魚肉牛ですね、和牛ですね。で、懸命な捜索をしたんですが、見つからないんですよ。だって、体重4 5 0 0ロの巨体ですよ、見つからないんですよ。で、罠をたくさんかけ,かけたんですが、これもかからないんですよ。で、時々ね、牛が歩いてますって通報が来るんですよ。で、関係者が慌てて駆けつけると、もういない。 こういうい状況なんです。そして今年の7月9日その牛が久しぶりにあの発見されたんですね近くの道路の真ん中を悠々と歩いていたねで報道によるとその後ろが大渋滞になったって書いてあるんですよだからねどんなにクラクション鳴らしてもです、ね、牛は悠々とのんびり歩いていたんでしょうでその後、この牛は1台の車と衝突しますで車はフロントガラスが割れ牛はびっくりしてまた森の中に逃げ込んだわけです でこれが7月9日のことでその後ニュース続報がないのでいまだに見つからないんですよね,ね。捕まれば、ね、どうなるか確実にですね、ドナ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 で売られていくわけですよですから頑張れ牛と心ひかに応援するわけです逃亡したあの4 5 0 0キ g の牛が生きていくのは日本では、ね、そう難しくない。 だってどこにでも草生えてるし水だって豊富ですよでも聖書の舞台であるパレスチナではそうはいかない環境はねあまりにも厳しい1年の半分が乾季その間ほとんど雨が降らない大地は乾ききります草は生えませんいやまたあ池も干上がるんですよそれでもね野生の鹿はねたくましいんですねそんなな過酷な 環境の中でもね、わずかに残っている草を探してさ食べるんです。2011年、私が成長旅行でね、エンゲリというところを、まあ、本当に荒れ地ですよ、ここをあら訪れたときに、びっくりしたんですね、道端の大きな木にですね、鹿がいっぱいになってるんですよ、鹿が。えっ,っと思ったらですね、まあ、あの10頭ぐらいの鹿がですね、木に登って、しかも結構高いところまで登ってね。 葉っっぱを食べてるんですよびっくりごしましたねまたこれらの鹿はです、ね、この縁起りはこうザーっと崖谷になってその一番下にダビデの滝というあの水がちょろちょろちょろちょうど寒気の終わりぐらいだったのであの本当にちょろちょろした水が流れていたんですがこの崖をね器用に降りていくんですよ本当に危険なんですがそして水を降りていくんです実にたくましい野生の鹿 その点羊はダメです、ね、もう長い間家畜として飼われてきたのですっかり野生が失われていますですからパレスチナでは草や水を自分で見つけ出すことができないだから羊が生きていくためには羊飼いにこの飼ってもらうしかないんですよこれがね現代のイスラエルのこの羊飼いの様子ですねこれでもまだねあの草がある方だと思います でパレスチナの羊,羊飼いはさすがにプロですよ。えー、厳しいと、えー、寒気の間にもどこに草が残っているか、またどこに水場があるのかということを知っています。よく知っています。で彼らは自分の虫の群れをこう導いて草場に連れて行って草を食べさせます。水場に連れて行って水を飲ませます。でもちろん羊飼いであったダビデはそのことをよくよく知っていますよ。だって自分もそうしてたわけですから。 ですから高らかに「紙二23編で」で「主は私の羊飼え私は乏しいことがありません」と歌い上げたんですでも皆さん本当にそうでしょうか本当にそうでしょうか私たちはあの「サウルとダビデ」シリーズでずっとねダビデの生涯を追ってきたじゃないですか本当にダビデって乏しいことがなかったでしょうか だってサウロウに追われて10年間、アラノを逃げ回ったんですよ。あのアラノで水や食料を手に入れることはね、本当に難しかったと思います。ですから、あの近所の町や村にですねあの、依頼するしかないですよね。でも、うかつに援助を頼めば、すぐにですね、王様、あなたの時のダビデが私の町の近くに潜んでいますって、すぐにサウロに通報されちゃうわけですよ。思うに任せないしかも ダビデ一人じゃないんですよダビデの親族やサウル王に反感を持つ者たちが徐々に徐々にこう集まってきて結局ですね最終的には第一サムエルを見るとね600人になってるんですよ。600人が荒野を逃,逃,逃亡しながら逃げ回りながら食料や水を確保するのはねいやーもう不可能に近いんじゃないですか。ですから腹が空っぽになり が渇きで張り付くような日も多かったと思いますよそれなのにダビデは私は乏しいことがありませんと言うんですこれどう解釈したらいいんでしょうか強がりを言ってるんでしょうか実はダビデのまた千年前モーセも同じようなことを言ってるんですよエジプトを脱出したイスラエル民族は このモーセをリーダーにして40年間アラノをずーっと旅しますよね。そしてアラノの旅がようやく終わろうとした時にモーセはその旅を振り返ってこう言うんです。事実あなたの神主はあなたのしたすべてのことを祝福しあなたの広大なのの旅を見守っってくださったのださたあなたの神主はこの40年間の40年の間あなたと共におられあなたは何一つ欠けたものはなかった。っね、これを読んでね。 えーって思いますよだってイスラエルの民はね何回も何回も何回も水が足りない水がない食べるものがないって言ってモーセに不平を不満をぶつけたじゃないですかこの40年間の荒野の旅ってねた乏しいことだらけですよしかしモーセはですね何一つ欠けたことものはなかったっていうんですよええ、ね 実際にはこの篇二23編の作者ダビでもまた荒野を旅したイスラエルの民も欠乏これをねなめ尽くしている苦しみ抜いていますよでもしかしそのたんびに神に助けをも叫び求めたんですそしてそのたんびに欠乏しているものを豊かに与えられたんですよ確かにねいっつもあり余るぐらいに恵まれていたわけではないんですけれども 神の助け、神の供給、神の養いがあったから信仰によってダビデは私は乏しいことがありませんと言ったんです。そして信仰によってモーセは何一つ欠けたものはなかったと言ったんですね。私たちも同じですよ。よくね信仰を持ったらクリスチャーになったら経済的にもう大いに祝福されます豊かになります金持ちになりますよ。 と約束すする牧師がいますしかしそんなことないでしょもしそれが事実だったら私たちみんな金持ちになってますよもしねクリスチャンになった私たちを神様がどん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 経済的にね豊かにしてくれたら私たちはね感謝するでしょでもね信仰が成長する余地がないそれは例えて言えば緑滴る 北海道の牧場で暮らす羊のようですよ。だって別に羊飼いの言うことを聞かなくたってそこら中に水があるんですから草があるんですから好き勝手にできます。しかし私たちはどちらかというとあの厳しいパレスチナに住む羊のようですよ。信仰を持ってもさまざまな欠乏に苦しむんです。来月の支払いどうしようかって頭を悩ますんですよ。銀行預金の 銀行通帳の預金通帳の残高を見てね、愕然とするんですよ。だからこそ、パレスチナの羊たちが草を求め、水を求め、必死になって羊飼いについていくように、私たちは神様により頼むんじゃないでしょうか。神様に経済的に祝福されることは、ね、あります。それはとても感謝すべきことです。しかし、私たちは人生の欠乏を通して、 信仰が練られるんじゃないでしょうか神様が必ずこの必要を満たしてくれるという信頼を身につけることができるそして神様がそれを与えてくださったときに心から感謝をし褒めたたえるようになるでしょう恵みによって神の羊とされた私たちはの荒野のような人生を歩みながらもそしてまた欠乏に苦しみあえぎながらも信仰によって 私は乏しいことがありませんということができるんです。これが、ね、大きな恵みですね。そして、たとえ私たちの人生が本当にこの欠乏のまま終わったとしても、私たちの人生はここで終わりではないんですよ。予告編にすぎない。死の向こう側に私たちの人生の本編がある。これも、ね、大きな希望であると思います。今日3つ目にお話しすること。 それは神から平安をいただく恵みについてです二節をご覧ください主は私を緑の牧場にふさせ憩いの水のほとりに伴われますここに書かれているのは草を与え水を与えということでもありますがそれよりも神が与える平安休息こちらに重きがあると思います ダビデは、主は私を緑の牧き場に伏せてくださったと言います、この伏せというのは、まあ、腹ばいになることですよ、お腹をつけて横たわること、伏せるとまあまあ休ませるということでしょう。イメージとしてはです、ね、羊飼いが羊を牧き場、牧場に連れて行きます、草場に連れて行きます、十分食べさせます、羊は満腹し、地面にお腹をつけて横になる、ゆったり休んで こんな感じでしょうまたビでは「主は私を憩いの水のほとりに伴われます」というここで「憩い」と訳されたヘブル語は休息とか安息を意味しますそしてこれには「静寂静けさ」というニュアンスがあるんですね、えー、英語の聖書「ニュー・インターナショナル・バージョン」ではこのニュアンスを生かして「 クワイエット・ウォーターズ、クワイエット・ウォーターズと訳しています。イメージとしてはですね、羊飼いが羊を静かで穏やかな、心落ち着くような水辺に連れて行って休ませてそんな感じでしょう。でも、実は、羊を緑の牧場にふさせること、憩いの水場で休ませるのは非常に難しいんです。なぜならば、 この草地も水のほとりも危険だからですよ。羊を持った野獣がね、待ち伏せしてるんですで。当時の羊飼いは、羊を狙う者が近づけば武器を振りかざしてこれは戦ったんですよ。それはまさに命がけの戦い。実際に命を落とす羊飼いも少なくはなかったんです。でどんなに草地に行ってお腹いっぱい食べても、また静かに。 いい感じの水場に連れて行ったとしても敵から守られていると感じなければ羊は平安に休まないんですよ。その逆に羊飼いが完璧に守ってくださるというふうに納得した時初めて羊は横たわるんですよ。腹ばいになるんです。そしてゆっくり休むんです。非常に臆病な動物だからです。で考えてみればダビデオもね常に 敵に囲ままれていましたね絶対絶命のピンチに陥ったことももう数えきれないでも羊飼いである神が自分を守っていてくださると確信しているからそんな危機の中身を横たえ神に安らうことができたんでしょうでもダビデは いつも神の守りに信頼し平安を保っていたわけではなかったですよね。それは先々週と先週2回に分けて学んだ詩偏22編、あれを読んでも明らかじゃないですか。詩偏22編はダビデの悲惨な悲痛な叫びで始まっています。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか遠く離れて私をお救いにならないのですか私のうめきの言葉にも。ダビデはこの時、 非常に強力な敵に命を狙われていましたそれはまさに自分をですね今晩のディナーにしようと狙っている肉食獣にぐるりと取り囲まれているか弱い羊のような状態でした当然ダビデは神に助けを祈り求めた祈りに祈った一日中祈ったでも答えはなかった神は沈黙を守っているそしてそうするうちにも状況はますます悪くなる一本 ダビデは神の沈黙に苦しみますそして神に見捨てられたように感じ始めるんですしかしダビデはそれでも神から離れないんですよ神に問い続けるんです神に叫び続けるんですよ祈り続けるんですでその間22編を読むと分かるように彼の感情というのはね富士急ハイランドのジェットコースターみたいもうこんな感じで上映をするわけですよ平安のへの字もない しかし祈って祈って祈り抜いたダビデは確信を得ますね神は何らかの理由で何らかの意図を持って今沈黙を守っておられるが私のそばにおられる私の祈りに耳を傾けていてくださるそして必ず守ってくださる必ず助け出してくださる篇二23編に引き寄せて まあ言えば、敵を恐れてこうジタバタジタバタしていたダビデ羊は、そんな自分を羊飼いである神が守ってくださる、見つめていてくださる、その声を聞いてくださると気がついた。そしてそれを確信したんですね。ここから四編二十二編はがらりと変わりましたね。状況はね全く変わらないんです。まだ危険なままなんですよ。しかしダビデは自分をうん喜びにあふれて神を賛美した。 これが二二十でしたねで考えてみると私たちの信仰生活って支二十二編と支二十三編の間をねもう行ったり来たりしているように思います。ある時は支二十二編のように神が遠く離れているように感じてね我が神、我が神どうして私をお見捨てにならないんですかなぜ助けてくれないんですか早く助けてくださいと叫びます。 しかしある時は篇二23編のように神は確かに私と共におられるその臨在神はここにおられるという存在をビンビン感じるんですよは私の羊かいと喜びにあふれて宣言するんですね本当に行ったり来たりしますしかし私たちがどう感じようとたとえ私だけが神の沈黙に苦しんで 神を遠く離れて感じたとしても神はあなたと共におられるんですよなぜならば羊飼いが自分の羊の群れから離れることは決してないからですよ同じように神はご自分の羊にした私たちを私たちから離れることはないなぜならば羊飼いである神はご自分の独り子であるイエス・キリストの命を代価として支払ってまで あなたたを買い取っってくださったからですよ。そしてご自分の群れの羊となったあなたを神は熱く愛しておられるからですこの羊飼いである神の守りそれを身近に感じ確信する時に初めて私たちは身を横たえて休むことができるんですね神の守りは完璧ですよ神の私たちに対する愛は完全ですよ その神の足元にこそ平安があるんですそしてこの羊飼いである神を身近に感じその守りと守りを確信するときに私たちは憩いの水のほとりにいることに気づくでしょうそこは静寂の時ですよジタバタジタバタすることをやめて静まって神の言葉を聞く場所です「主は私の羊飼い」 こう告白できるその恵みをどうか一人一人がじっくりと噛みしめていただきたいと思いますしばらく各自でお祈りしましょう ということをお祈りいたしまますす天皆褒めえあなたは計り知れないほどの犠牲を払い私たち一人一人を囲いの外にいた羊である私たちを買い取りあなたの群れに加えてくださいましたあなたの所有の羊として私たちを養い守ってくださっていますからありがとうございます。 我が主よどうぞ私たちがそのことをいつも心に持っていることができますように羊飼いである神がいつもともにいてくださるそのことを実感しながら一日一日一歩一歩を歩んでいくものとなりますようにお願いいたします主よどうぞ羊飼いであるあなたとの関係がさらにさらに深まりますようにとうとうイエス様の名前を通してお祈りいたします